皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、言葉が現実を作ることを理解できると、なぜ夢が叶うのかというお話についてお伝えしてみたいと思います。こちらの話は、どちらかというとマインド寄りのお話になるんですけれども、私が実際にコンサルをしていてですね、クライアントさんと話をするんじゃないですか。でその時に発言とかいろんな言葉をこう言われるわけですよね。ご本人が意識していない潜在的な言い訳とかですね、いろんな言葉を言われます。それは反論してるとかそういう意味ではなく、本人が思っていることを素直に口に出すだけなんですけれども、私の中でですね、それが違和感がある話だった時にはですね、それはなぜなのかっていうことを言ってみたりとか、あとはそう考えるとそういうふうになるよみたいなことを伝えることで、思考を直したりすることとかがあるんですけれども、今日はそのメカニズムについてですね、お話をしてみたいというふうに思っています。まずですね、実例を挙げる方が分かりやすいと思うので、私自身はもう全然実体験でいくつでもしているので何個でも挙げられるんですけれども、よく私のことをね、私のクライアントさんが有言実行の人っていうふうによく言います。で私の場合はですね、やりたいこととか叶えたいものとかがあるとですね、とりあえず先に口に出して外に向かって走ってみるっていうのが基本セオリーになってるわけなんですね。ですから例えば本を、出版をしてるわけなんですけれども、本を出版する2年前に本にサインするサインの練習してるんですよ私本を出すことを決めているんです、心の中で。それが2年なのか3年なのかっていうちょっと時期までは決められなかったんですけれども、とにかく本を出すっていうことを決めたのと、あとはサインとかかっこいいサインとかって持ってるとこうテンション上がるじゃないですか、単純に。だからサインをね、わざわざお金を払って作ってるんですよ。1個1万円で、2個だから2万円ですけどね、英語と漢字と両方です。先行で出来上がってきてたんで、ちょうどその時電子書籍を出す都合もあったんで、じゃあ電子書籍の方の署名にも使っておこうかとか、あとはホームページとかですね、自分のこうプロフィールとか思いとかを伝える時にこうサインがチャラチャラって入ってるとかっこいいじゃないですか。そういうのに使ったりとかしてるんで、ずっと寝てたわけじゃないんですけれども、サインを作るっていうことは結構ですね、自分の中ではこうイベント的なことだったんですけど、その願いっていうのは本を出版するっていうことに込められた状態でサインを作っているので、叶ってはいますよね、そんな話とか。あとはすごく長くなっちゃいましたけど、母をフランスに連れていくっていうのも25年越しで叶いましたからね。叶うポイントっていうのは忘れてないっていうことが、多分叶ったか叶ってないかっていうの、本人が自覚してるかしてないかっていうのはあるんでしょうけど、それを宣言してるの、小学校の時に宣言してますからね。それで叶ったりとかしているわけですよね。大きな夢とかですよ。で直近の最近の部分で言うと、口に発してそれができているっていう、最近気づいたちっちゃな例なんですけどね。私サックスを覚え始めたというか演奏し始めたのは1月からスタートして、今10ヶ月目だから9ヶ月丸終わった状態なんですけど、やったことがある方はご存知かと思うんですけれども、まずサックス音出すところがまず大変なんですよね。でそれで音階を取って、曲を仕上げてっていうことで、私の場合にはその1月から習ってるんですけど、まだ海のものとも山とものともつかないのに4月の出版記念パーティーで吹くっていうのをみんなに言っちゃってるので、それは必死に練習するしかないんですよね。途中こんなペースで間に合うのかって思ったのが1月中旬過ぎ下旬ぐらいになった時に、2、3、4でもあと2ヶ月しかなくて、地味な基礎練習とかがあるんですけど、
基礎練習レベルでも結構つまずいてたりとかしてて、いやこれ間に合わないよねって思ったのを、まあ、実際に音楽とかをやっている友人とかに相談したら、もう高子さんの場合には基礎練習飛ばして曲練習し始めた方がいいっていうことを2人の友人に言われたんですよ。それで曲の練習に入ったんです。で、私まあ昔からそうなんですけど、そのやりたいイメージとそれに近いとこ、基礎練習が大事なのは分かってるんですけど、そこに向かって頑張る方がこうパワーと馬力が出るんですね。曲をやり始めたら、がぜんできないところがあからさまに分かるので、ドレミファソラシドとシラソミレドじゃなくて、ちゃんとその音階に合わせて吹いていくので、できるところは気持ちよくできてるし、できないところは全然できないんですよ。で、できないところを必死に練習するから、結果基礎練習の方もできてきちゃうっていう、まあそういう順番で、順番逆になっちゃったんですけど、やったんですけれども、まあ、発表するよと決めて自分を追い込みですね、途中経過とかもみんなに YouTube とかで見せながらですね、でやっていくことによってですね、まあ、出版記念パーティー、見事ですね、1曲仕上がればいい方だっていうふうに言われてたのを4曲仕上げて、しかも動機が逆で面白いんですけどね、写真とか動画を撮られるっていうか、撮るのをお願いしていたので、記録に残ることを理解していたので、譜面台あると、こう自分がちゃんと写んないじゃないですか。絵的に綺麗じゃないですよね。だから譜面台を置きたくなかったので、必死に暗譜したんですよね。だから4曲暗譜して、それで吹いたっていう感じだったんですよ。だから私の教えてくださってるサックスの先生とかも、まあ3曲じゃなくて4曲やったっていう人も珍しいし、一人だけ昔いたけれども、その人譜面見てたから暗譜してっていうのはなかったとかってね、言われたんですよ。だからまずそこでも先に言ったことで、まあ、達成をしているわけですよね。で、次にこれつい最近なんですけれども、4月それ終わった後にですね、私が持っていた本、音符楽譜の中で、その4月に吹いたのは初心者レベルのやつだったんですよ。で、秋に向かってその本の中の後ろの方に載ってるやつでですね、「ルパン三世」と「情熱大陸」が載っていて、楽譜見ただけだともう超ちんぷんかんぷんで、いやこれかっこいい曲だけど、きっと吹けないか難しいかと思って、先生に楽譜を見せて吹いてもらったんですよ。いやこれ無理だよね、でもかっこいいよね、やりたいなと思って、でまあその後他の違う曲とかも練習しつつ、7月ぐらいにちょっとトライしてみようかなと思って、やったらソロのとこ以外はなんとなく吹けそうな雰囲気がしたんですよ。だからそれだけ多分指が音符とか楽譜とかも覚えていてですね。で、これもだから吹きたいなっていうのは先生に言ってたんです、4月の段階で。10月きっとハロウィンパーティーやるから、そこで多分サックスを披露したくって、それの時までに「情熱大陸」と「ルパン三世」仕上げたいなって私言ってたんですよ。いけますかねって言ったら、頑張ったらどっちかはいけるかもしれないけど、まあでも高橋さんならいけるかもしれないみたいな感じで言われてですね。で、7月ぐらいに取り組んで、でもその様子とか経過とかを、まあ、先生とかにも報告はしているんですけれども、まあ驚異のスピードで仕上がっていってるんですよね。で、まああと本番まで2週間ぐらいなんですけれども、ほぼほぼ音符をさらうレベルはやってて、あと曲の表現力とかをどうしようっていうのと、あと原曲のスピードがですね、ハイテンポの曲なんですけれども、本当はちょっとその楽譜自体が少し音が遅かったんですね。だから音源を110%ぐらいの速さに伴奏を変えてですね、練習してるんで、より早く指を動かさなくてはいけないという試練をですね、自分に課してやってるんですけれども、これもやりたいなって言ったからその方向に合わせて動いているし、自分の意識からそこが抜けない状態で練習してってるので、やはりね、言葉に出すっていうことがその夢を叶える場合の原動力になるし、まあ、できれば聞いてる人がいるといいですよね。よりね、コミットメントが強くなるから 聞いてる人がいると嘘つけないっていうか、
見てるっていうイメージがあって、もう私の場合にはもう問答無用ですよ。舞台とかが用意されちゃってるわけだから、そこの時までに仕上がらなかったら恥かくの自分なので、もちろんそれを楽しみに来てくださる方っていうのもいらっしゃるわけで、私の場合にはちょっと最近こう新しいブランディング でセミナーやりますけどね、ちょっと大きめのやつはセミナーとパーティーっていう風にくっついてるので、パーティーの要素とかがあるわけですよ。でパーティーって言ってもただね、懇親会でご飯食べるだけじゃ面白くないじゃないですか。おもてなしの意味も込めて生演奏を聞かせするみたいな、それをこうちょっと私の定番にしていこうかなと思うので、それもあってやりたいなと思ってて。で、その曲だってグレードアップ、毎回グレードアップしておきたいわけですよね。次へ次へっていう形で。そうすると、練習は当然していくんですけども、その原動力になる先の言葉っていうのは、これをやりますとか見せますとか、できるとかできないとかじゃなくてですね、もう問答無用で先に言っちゃうと帳尻合わせるんですよね。仕事の時間の合間とか縫ったりとかしてですね、練習をするんですよ。よくね、時間との戦いっていう話を皆さんともよくするんですけれども、時間はね、作るしかないんですよ。で、そのどこまで行けばそのゴールが OK なのかっていう、その時の精一杯で吹くしかないんですけれども、足りないわけですよ。今回の場合曲がすごく難しいので、ハイテンポで。で、前の時の曲の長さの2倍から3倍ぐらいと、音符の量とか言ったらめっちゃ指が速く動くような曲、アップテンポの曲が好きなので、大変なんですけどね、やってるので指の練習がすごい必要になるので、今私どういうことをやってるかっていうと、パソコンの机のすぐ横のところにサックス2台持ってるんですけど、1個はその机の下のところに置いといて、5分とかちょっと休憩しようかなっていう時に、そのサックス掴んで指の動かす練習とかね、したりとかするんですよ。もちろん音出す時には音も出すんですけどね。でも指を動かすための練習っていうのは、パコパコいう音とか聞きながらも音符をさらうぐらいはできるので、それで5分あれば3分の曲1曲はできるんでね。それでまた置く。で、これがサックス組み立ててやったりとかすると、結局その時間のロスで面倒くさくなっちゃうじゃないですか。だからその1本ボンってそこに横に置いてあれば、いつでも触れるっていう、触る感覚を忘れないっていうこともあって、今サックスに対してはそういう体勢をとってるわけなんですよ。で、話は戻ると、だから言葉が現実を作るっていうことを私は知っているので、未来を語るのが先ですね。それに自分を合わせるっていうことをしょっちゅうやってたので、この方法はよく書かれてるし言われてるけど、本当に宣言する人って案外少ないんですよ。だから怖いからです。自分との約束を守らないのも嫌だし、周りの人に言った場合に「やってないじゃん」って言われるのが嫌だから言わないっていうタイプの人いますけど、やっぱ覚悟が変わりますから言った方がいいです。で、この言葉の効果効能は、実は今日伝えたい本質はもう裏側のもう一つの話の方、叶う方は皆さんよく知ってるし、よく使うんですけれども、実は叶うこと以上にもっと大切で、しかも残念なことがあるのが、悪い言葉とかネガティブな言葉を言っても叶っちゃうんですよ。これ私多分言葉の呪縛だと思うんですけど、これはね、本当にね、そう感じるんです。だからクライアントさんが、その自分自身のことをネガティブ評価をした時に、その言葉を使うと自分がそういう自分を作ってっちゃうから、その言葉を使わない方がいいっていうのをよく伝える時にあるんですよ。そうすると、その方は言われて初めて分かるんですね、口癖になってたってことが。だからそれ口癖って気がついてないと、言葉の呪縛で自分をどんどん縛りにかけて、どんどん悪い方向に持っていくという恐ろしい効果があるのが言葉の効果、言霊って私は言ってますけれどもね、効果なんです。で、一例を挙げると、私のクライアントさんでですね、お母さんに「あなたは体が弱いから、あなたは体が弱いから」って言われていて、体力がない体力がないってずっと言ってた人がいたんですよ。で、お仕事がだんだん忙しくなってくると、例えば3日働いたら3日寝ないと体が持たないとかね、ちょっと
大きめのイベントやったら翌日は休みを入れておかないとダメだとかって言ってた人がいて、でもだんだん仕事が回り始めると、そんなゆっくりなペースだと回っていかないんですよね、仕事で。本当にまあ体力ね、ないんだったらまあいいけど、私があなたを見る分にそんなに体力がない人に見えないんだよねって言って、元気なんですよ。でも彼女は母親にそう言われていた。だからある意味まあ呪いの言葉に近いかもしれないですけどね、呪縛っていう意味では。で、自分は体が弱いと思ってる。ところが一回ちょっとそれ忘れてみて、倒れたら倒れたでいいから動いてみたらどうですかっていうのを言って動いたら、案外いけるってことが分かったんですよ。案外いけるっていうことが分かると案外いけちゃうんです。だからどんどん予約とか動いてってもう倒れないんですよ。で、倒れない自分が分かれば倒れないっていうことになるので倒れないんです。ってことは体力がないんじゃなくて、体力がないと思い込まされていた。これ思考の呪縛ですよね。だからその親がかける子供にかける言葉っていうのはある意味恐ろしいですし、もちろんだからいい子っていうか、大変かな、自信がある子を育てる場合にはその子のやっぱりね、自己肯定感を強くしてあげればいいわけで、天狗にさせろって言ってるわけじゃないし、甘えさせろって、甘やかしって言ってるわけじゃないんですけど、その子自身の持ってる本質の部分を見抜いてちゃんと褒めてあげると、自分って満たされてるんだっていうふうに思うから伸びていくっていう話も聞いたことがあるので、言葉の呪縛っていうのはすごく大きいなっていうふうに思うんですよ。で、同様にだから体力でね、私の違うクライアントさんも「体力が私ないから」とか言うんですけど、いや本当にないかどうか、鍛えることをしてみたのかとか、昨日より今日より明日っていう感じで、まあその体力がねないっていうんだったら、もうその体がねちょっと不調がっていうんだったら、簡単なとこでラジオ体操からやってみたらどうですかとか、そのレベルでもいいので。自分が体力がないっていうことを自分の言葉を発して言うとか、思考で思うってことがないようにすると、体力ってどんどんついてきたりもしたりするんですよね、不思議なことに。私は自分が体力がないと思ってないんですよ。だからないと思ってない状態で動くから、体に負荷をかけても体がないはずないじゃないっていう私の思い込みがあるので、それに応えてくれてるっていうのはもしかしたらある。かもしれないんですよ。だからパソコンがね苦手でとかって言うんですけど、苦手っていうのを言うから苦手になる場合もあるですよね。これ本当は苦手なのかもしれないんだけれども、苦手ですって言って取り組むんじゃなくて、もうまっさらな状態で取り組んで、だってそれができるようになったら、だんだんできるようになって得意になっていくじゃないですか。ね、だから苦手だって思ってトライすると、どうしても気持ちが後ろ向きになってなかなか前に行くのが難しくなるんですけれども、まあ、得意ですと言わなくてもいいです。だから苦手なんで苦手なんでっていうことをしょっちゅう言ってると、自分は苦手な人って思うとトライすることすらやらなくなってしまうので、私のクライアントさんで前やっぱパソコンが苦手でって言ってた人がいたんですけど、よくよくその操作の方法を見てるとですね、全然苦手じゃないじゃんみたいな。要はだって勝手に Google とかで調べて対処方法を考えながらパソコンを動かしてるんですもん。だから苦手じゃなくてやってないだけなんですよ。で、やり始めたら案外できるじゃんっていうのを本人が気づいて、結局だんだんできる人になっていったんですよね。だから思い込みっていうのは恐ろしくてですね、思い込まない方がいいんです。まあいい思い込みならいいですよ。私はできる人だとかね、必ずできるとか、そっちの思い込みはいいんですけど、悪い思い込みはやっぱり外していかないと、叶えられる夢もね、叶えられなくなっちゃうんですよね。だから例えば集客がね、まあ、できないとかっていう現実があったとするじゃないですか。集客ができないっていう現実が仮にあったとしても、心の中で思っててもですね、集客ができないんですっていうふうに口で言わない方がいいです。集客ができないっていうよりは、その事実として今ただお客様が来ていないだけっていう、それを対処してやればそれは来るようになるっていう、まあその思考ですよね。だから口に出して自分が自分をできない状態に追い込まない方がいいということ
になります。で、この作用の力は前向きに動いていこうっていう力ももちろんすごく発揮するんですけれども、後ろ向きにブレーキをかける力もすごく多いです。さっきのね、集客できないっていうこともそうだし、パソコンできないもそうだし、文章を作るの苦手ですとかっていうのもそうなんです。数字が苦手ですとかね、まあ、いろんな要素が経営やってると出てくるんですけど、で、苦手ですっていうのはあっても言うとまた苦手になっていくから、それは少しずつでもいいから好きになれとは言わないけれども、通常になるように動いてみるっていうこと。思考を自分で縛らない方がいいかなっていうふうに思うので、そのことをお伝えしてみました。本日のまとめですが、言葉が現実を作るということを理解していただくと、良い言葉も悪い言葉もその願いを叶えてしまうので、極力ですね、悪い言葉は発したり思考の中に持たない方が現実化しないのでおすすめです。っていうことで、今日私の体験も含めていくつかお伝えしてみますけど、自分の中で思わず「お」っていう言葉を言いそうになったら、この言葉をちょっと思い出してみて、キンク にしてみてください。はい、本日のお話はそんなところでした。それではまた。